ニコラス・グレゴリー・マンキューは、アメリカ合衆国の経済学者、ハーバード大学経済学部教授、デビッド・ローマーと共に代表的なニューケインジアンである。人々は、トレードオフに直面している、あるものの費用はそれを得るために放棄したものの価値である。合理的な人々は、限界原理に基づいて考える人々は、様々なインセンティブに反応する公益は、 全ての人々をより豊かにできる通常は、市場は、経済活動を組織する両策である政府は、市場のもたらす成果を改善できることもある一国の、生活水準は、在、サービスの生産能力に依存している政府が紙幣を、印刷しすぎると物価が上昇する社会は、インフレと失業率の短期的なトレードオフに、直面している、満球は上記を、経済学の重大原理として提唱している。 エヌグレゴリー・マンキューデビッド・ローマー、エズ・ニューケージアン・エコノミクス、ボリューム1、インパーフェクト・コンペティションスティッキー・プライセズ、MIT プレス、ISBN0 から262631334、ボリューム2、コーディネーション・フェイルアーズリアル・リジディティーズ、MIT プレス、ISBN0 から262631342、ありがとうございます。